本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。小さなイヤホンでは音質が物足りない。やはりヘッドセット型でゲームや音楽を楽しみたい。あと見た目もかっちょいいゲーミングっぽいデザインが欲しい。あと無線有線どちらでも対応してどんな場所に行っても使えるヘッドセットが欲しい。今回ヘッドホン型で音楽やゲームを楽しみたい、そんな方にぜひおすすめしたいゲーミングヘッドホンを紹介します。開封の儀、こちらでございます。正面、裏、ブラックレッド。では開けていきます。取説、後半は日本語仕様。 USB ヘッドセットトランスミッター、これ外せまして、 Type-C こちらだけ使うこともできますし、この後説明しますが、これをくっつけて使う方法ございます。充電ケーブル、タイプ A とタイプ C、 タイプ C と 3.5mm オーディオプラグ、取り外し可能ノイズキャンセリング付きマイク、そして本体。おお、こちら本体。おお、本体、仕様について L と R 分かれております。つけていきたいと思います。お、はい、お、密閉感いいです。こちらのヘッドホン、フル充電は約 2.5 時間、充電中も使うことができます。本体、この赤いパーツ、こちらアルミニウム合金でめちゃくちゃかっこいいです。こちら少し重さはありますが、その分安定感はしっかりと備わっております。またイヤークッション、こちらですね、結構厚みがあります。そしてヘッドバンド、ここもクッション性がかなりあります。操作感について、基本的な操作は本体のみで完結することができます。右側に関しては操作系はついてなく、左側に全て備わってます。こちらが電源ボタンです。そしてモード切り替えボタン、充電のタイプ C 端子、そしてこちらマイク使うときですね、付属のマイクを使うとき、こちらをつなげていきます。こうですね、はい。続いて音量スライダー式です。電源の入れ方は電源ボタンを長押し、また電源を投入後同じく電源ボタンを1回短く押すと、こちらのマイクのオンオフ、また本体とスマホを接続しているとき着信があった場合、こちらの電源ボタンを1回押すことで通話に出ることができます。また2回押すと着信拒否、音量はこちら直感的な操作ができます。あとこちらとてもいい機能としてミュートボタンがついてます。本体電源が入っているときに同じく電源ボタンを1回押すことによってミュートをですね切り替えることができます。接続方式は4通り。本体の特徴として4つの接続方法があります。まずは 2.4G USB 無線接続。はい。こちらを接続したい機器、例えばパソコンやゲーム機、これらに接続してピアリングすることによって無線で音声を飛ばすことができます。この Type-C トランスミッターと 2.4G の無線接続なんですけども、こちらを合体させたこのモード切り替えを Bluetooth ではなく無線接続に切り替えて簡単に行うことができます。続いて Type-C トランスミッター。この今紹介したこちら、はい、分けることがありまして、はい、このタイプ C に対応している機器であれば、これだけをですね、繋げることで無線でまた飛ばすことができます。Bluetooth 接続。こちら本体、電源ボタンの隣に切り替えボタンがついています。こちらですね、Bluetooth と書かれております。では早速、スマホと繋げてみたいと思います。お、なんか喋ってます。パワーオン。そして、パワーオンになった状態で、こちらを Bluetooth に切り替えます。じゃあ、Bluetooth をオンにします。そうすると、出てくるか、出てくるか。はい、そうすると、はい、Bluetooth。はい、コネクティックと聞こえましたので、こちらでも今繋がっている状態です。じゃあ、自分の動画、音聞いてみたいと思います。お、いいね。お、はい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 。はい、というわけでですね、YouTube の音源を聞いてみましたが、この密着感があることで、かなり高音質で聞こえましたね。普通にいいヘッドホンかと思います。そして、今 YouTube に繋がってるんですけども、こちらの電源ボタンを一回押すことで、音声がですね、YouTube の再生停止もできました。で、さらに、ここにあるこのダイヤル、こちらで音量の上げ下げもですね、直感的にできます。ちょっと音、最大。本番いきます。よーい。
はい。で、ここにですね、ランプがついてます。ここでも、今の状態を確認することができます。最後に、有線の接続。はい。遅延が少なく、高音して楽しみたいとき。そういったときは、このケーブルを繋げて、楽しむことができます。こちらですね、タイプ C とオーディオケーブル。本体の充電ケーブルの部分で、ここ。こちらですね、充電のところに差し込みますので、こちらを繋げて、オーディオですね。例えば、スマホに接続することによって、有線で音楽を楽しむことができます。どんな環境でも、用途に応じて、使い分けることが可能です。いかがだったでしょうか。ゲーミングヘッドホン、通常のイヤホンだけでは音質が物足りない方、こういったヘッドセットタイプでゲームや音楽を楽しみたい方、見た目もこちらゲーミングデザインでかっこいい、しっかりとした作りです。またおすすめポイントとして、こちら4つの接続方法、どんな環境でも利用できるゲーミングヘッドセット、もし興味が出ましたら詳細をご覧ください。監督ロゴの監督でした。また次の動画で会いましょう。このヘッドホン音質かなりいいです。本番いきます。よーい、ヘッドセットタイ、マイクキ、マイク、スン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 。